はいお風呂上がりでございますよ。ということで、えー、リーディンングフラッットセッショにについいてて簡単にお伝えしたいなと思ってます、えー、時間は60分で、えー、1時間の中でいろんなねことを、えー、お伝えするという内容になっているんですけれども、えー、リ,ンンリーディングつまりあの読み取るっていうことだけど、えー、僕ずっと波動アップセッションっていうのをやってきて自分の波動をあの上げていくっていうことでそれはどんなふうなことだ っていうところであるいはこう会話してる中で、えー、自分が忘れかけていたあるいはああいうこととああいうことがこういうふうにつながってこうなるのねっていう気づきみたいなところだったり、まあ、そういうことをずっとやってきていたんですけれども2022年になってどんなふうなことを僕は始めていくのかなっつった時に「フラット」っていうことが、あのー、やっぱ降りてきたわけですよね。 で、フラットといえば、マウントフラットだとか、まあ、いわゆる、あの、水平っていうか、えー、フラットに、えー、自然に、 こう自分自身がえーどんなところにこれから進んでいくのかっていったときに、一つのえ大切なポイントとしては正直な正直にあるいは素直さっていうところがあったりもするんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。例えばえ僕はあるところでリーディングセッションというものをま簡単なプチリーディングセッションみたいなのを受けたときに、やる前にまずこうこう手上に向けてね、こうなんかまずはこう自分自身が読み取る っていうようなところを、えー、こう見せてくれた上に、はい、どうぞ話してください、だったんだけど、僕自身が知る世界っていうのはそういうことではなくて、えー、実際にあの会話していく中で、あ、なるほど、だからこのタイミングでこういうことが出たのね、こういう人と会ったのね、そして今置かれている状況は、こういうことは、こういうことが今までの、例えば、えー なんていうのかな、えー、過去にとらわれていたことを今ねこれを転換する、えー、あるいは次の事件に上層するための出来事しとして起きているにもかかわらず普通の自分の感情として捉えてしまうとまるで嫌なことが起こってしまったかのように思うのかもしれないけど今それチャンスですっせっていうことだってあるっていう話で、ね、例えば僕の場合っていう方を簡単に話してみましょう。 あの、心の中で、あのー、本当に思ってい,い ことでもうこいつ面倒くせえなーって思っていたとしてもなかなかこう切れないというかこう何かしらないとうーんっていうねそれは何かやってもらったりこういろいろなこう関係でっていうのがあるかもしれないけど今回コロナにな567になってですね、えー、まあ、ある人との関係そろそろもうやべえなって土の時代まではもう本当に僕は我慢してきたけど風の時代はもうちょっとねこいついらねえなっていうよりももうあのこれ以上足 引っっっないでっていでてて、うところがあって例えばだけど、えー、3人で何かのねこう動画を撮っていたとしますよそして臨機応変に「あのー、今思ったことをしゃべりましょうね」っつって「えー、はいスタート」っつって僕がそのいろいろ話していた時に振ったとするでしょそしたらもう頭の起点が効かないもんだから言葉が出ないわけで,でそれについてなんか無茶振りって あの俺がしてくるみたいなことを言われた時にあこいつもうねえなって思ったっていうようなことも含めてっていうことのだからあの無茶ぶりとかさそうやって人のことを責めるっていうのはその人は通常の日常生活でよくやっていたことだからまあそれはそれでいいのかもしれないけれどももうこれまでねこうもうずっとやっぱり我慢してきたことっていうのはもう我慢はやめた方がいいですよ。うん,奥さん ほんで、えー、リーディングフラットセッションということだから、リーディング何を読み取るのかって話なんですけれども、えー、何かの事象が起きてきたときに、絶対に、その、 やややっぱり理由や因果関係いろんなことがあるわけでそれは今自分が捉えられていることだけではなかったとすればどうなのかっていうところに、えー、気づくっていうことを僕はハードアプセッションの中でいろいろやっていたわけ例えばこれこれこういうことがあってっていうことを話を伺っていきますよねそうすると全然違う方向からあだからこうだふうなことが起こったのよねでそれを別の角度から考えてみるとこうなんじゃないんですか っていうところを僕はあのーまあ、提案じゃないね、えー、こういうことも考えられますよねっていう一つの方向性を提示することによってはっそこには気づけませんでしたっていうことが結構よくあってっていうところでだから自分自身のいろんなことがやっぱごたごたあった中で一旦フラットに、うん、自分自身になってみえる機会っていうものを僕は、えー、今回、うん、作る必要があるんだなって作らせていただくっていう。 だからね、えー、このリーディングフラットセッション、あのこれから、えー、3月から新たに僕は始めていくわけですけれども、えー、受けていただきたい方が2ついらっしゃいます。まず悩みがある方、あるいは悩みがない方。じゃあまず、えー、悩みがある方であれば、その悩みって、その今自分がああだこうだって思っていたところが、そこだけを見ていたら、ちょっと 違うかもしれませその前にいろんなこういろんなことがねこううん重なり合うえー、こうねひづ、えー、け合うというかそういうことになっているわけです。じゃあそれが一体どういうところなのかっていうことを知ることも大切なんだけれども今じゃあそれが目の前で起きているそれは一体何を自分に知らせようとするサインなのかっていうことを気づくことが 必要だったりしてでそこに対してはある種、えー、自分で飛び込む勇気だったり実際に行動してみるだとか、えー、会ってみるだとか、まあ、いろんなねなとにかく自分を動かすってことが必要だったりするわけですよ。でその時にやっぱり自分一人だけでこう何て言うのかな思ったことだったり、えー、思って何かを突き進むとするとなんか不安だったり、うん、本当に大丈夫かなって思ったりすることがあるじゃないですか。ででもそこで 愛に基づいてっていうことが風の時代っていうところからすると、これはもう大きなね、一つのテーマになっていくわけです。愛を持ってあなたが本当にやっていくのであれば、どっちの方向なのっていうところを僕はね、グリ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 がね、グリ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 グ 色々あのお尋ねするることとになると思うのででもそれがね嫌な方向であの僕がお尋ねするんじゃなくて楽しくなる方向でじゃあこうだったらどうだろうこうだったらどうだろうそれって遊園地で言えばこの乗り物だったらどうこの乗り物だったらどうっていうところで今自分が乗りたい乗り物に乗って楽しんで楽しんでこう乗っているうちに一つのあ私ってもしかしたらこっちかもしれないよねっていうところが見つかるような感覚っていう話ね。 で、もう一つは悩みがない方っていうところで、悩みがないっていうことは今は満足できてるし、ある程度ね。でも、えー、一つ方向性を変えてみれば、じゃあこれから、えー、どんなね、えー、例えば文明開化の、ね、時代に入っていくわけじゃないですか。えー、UBI とか、えー、これから、なんだ、RV を経てとか、まあいろいろありますよね。でその中でそ中 やっぱり今あの経済っていうところで言ったらちょっと最終的なところはお金で結構うーんっていうところがあったりもするかもしれませんよね。でもじゃあ、えー、情報として今回あの近々のことで言えばえー、あれよそうあの住民税非課税世帯に対して、えー、給付っていうこともそうだし去年の段階でですよ、えー、住民税非課税っていうことなんていうことはなくてえー 緊急小口、そして総合支援資金だとかっていう情報も自分のところに、あ、は来たんだ。じゃあそれを、えー、自分で行動すれば、だから行動しないと何もないわけで、っていうところからすれば、今悩みがない方っていう方に対してのことをお伝えしてるんですけれども、いろいろ足かせになることが、 自分自身で何かしら感じているあるいは、えー、自分ではこう決めているんだけどそれに対して、うん、本当にこれでいいのかなっていった時にこう話してるうちにあやっぱりこっちでよかったんだって思ったりするとやっぱり安心っていうのがあったりしませんかっていうことだったりするって話につながる話ね。 でリーディングって僕リーディング心理カウンセラーなんて表現してまあ随分なことね10年以上やってきているわけだけど何かを読み取ろう読み取ろうなんて僕自身は思っていないわけです逆にそういうふうに思えば思うほど自我が強いその自我の強さエゴの強さで宇宙とのパイプっていうところからすれば、えー、なかなかねーっていうところになるわけでもう一切フラットの状態こうやってまずリーディングする前に私の、えー、場を作ります みたいいなここともしません、はい、こんははにちは、えー、最近どんな感じで過ごしていますかみたいな感じで普通に始まるわけそしてどん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 会話をしていく中であなるほどこういうところでこんな感じだったのかっていうことが僕のところに宇宙から降りてくるんででそれについて今ちょっと降りてきたんであのー、質問してもよろしいですかって言ってでいくつかの質問をとあの返答を繰り返してるうちにあ っていうことで僕も気づくだろうしそうやってご相談いただく方も気づくっていう。はいですよねで明日は3月の3日ひな祭りっていうところで、まあ、3月またいろいろね、えー、起こっているウライナ問題だとかっていうところがあったりプー,チンあプーさんがね、まあ、今すごくねあの頑張っているっていうところだったりトラさんだったりあの銀河連合がっていうところが いっぱあるじゃないですか。で、えー、僕自身ようやくこうず,ずっと実は待っていたんですよね、えー。次にどんなふうに動き出すかって言った時にそして僕自身があこんなふうに、えー、皆さんに喜んでいただけるそのポイントっていうのはこんな感じになるのかっていうところでだからある意味あのゼロポイントだとかゼロジェバっていう表現があるかもしれないけれども。 ゼロポイントゼロ磁場とフラットっていうのはすごく似たようなところがあって、自分自身を一旦フラットに置いてみれば、あなた一体どこに行けますかっていうところ、そういうところを、えー、やっていくことになるんじゃないかなっていうところで、うん。ほんで、まあ、1対1で、あのー、結構、 深くいろいろお話したりするっていうことはなかなかねっていうところがあるかもしれないしそれはあのタイミングにもよるっていうところがあるかもしれないけれども、えー、僕もかれこれ2,700人以上の方と、えー、こういうセッションをさせていただく中で自分がねこうやっぱり、あのー、小学生の頃からこう女の子の悩みを聞いたりしてああのー 色々お話する感じでどうなのどうなのって聞いて、うん、あっ上岡君ん,んかすっきりしたみたいなっていうことを54歳になってまた別な角度でやっているっていうところがあってそしてやっているだけじゃなくて僕自身の経歴を最後にちょっと。 あの簡単にお伝えしますけれども、えー、日本メンタルヘルス協会というところで心理カウンセラーの資格っていうものを得たり、えーまあ、いわゆる基本アドバンスそして研究コースみたいなのも全部一応習ったりはしたわけです心理学の深みとして。でも僕はそれだけでは飽き足らず、えー、小林正官さんの世界と出会って小林正官さんシリーズの去年の、えー、撮ったあの動画もあと2発 あの出しますえ2発だけじゃなくて、まあ、まだ出るかな、うんまあ、そこら辺はあれかもしれないけどまあこの、えー、567の世界に入る前に清川さんの,あの深い、えー、あの世界と出会ってそして僕自身の人生変える変わるところまで来ていて本当に良かったなと思っているしだから僕自身がどんな風にあの人生を変えていったかまあ、ちょっと前までは、えーまあ、数年前、えー 自己破産し、そしそて、えー、どん底に行きそこから僕はどのようにあの復活したのかその前には、えー、大学卒業してからソニーミュージックって会社にいて、まあ、社長賞も取ったりまあねいろいろ黄金期はあったわけだけれどもそこからいろいろあった話だとか、まあ、恋愛の話しっかり。 お金の話しっかりそういう全てを、えー、鑑みて今僕は、えー、非常に幸せに過ごしているのでこういう人から何かしらね話を聞いてみたいだとか何かを相談してみたいだとかっていう人であれば今悩みがあろうがなかろうがそんなことは関係なく、えー、きっと素敵な、えー、時間になるんじゃないかなと思っています。えー、まずはその1回1時間 えー、リーディングフラットセッションというのを受けていただいてでその後ねどういうふうに、えー、もっと僕とあのお話ししたいあるいはいろんな気づきをっていうところがあるのであれば、まあ、そこはねまた新たにいろいろ考えていこうかなと思っているしもうねひそかに夜眠りながらこうね何を準備したらいいのかしらっていうのは宇宙連合さんに今聞いてあの準備をね一つずつしていけたらいいなとかっていうところにあったりするんですよって話ですね。 で、えー、っと、やりとりに関しては、す、え、べ、ー、て公式 LINE でやらせていただこうと思っています。あの公式、あの、何、この、えー、リーディングフラットセッションに申し込むあのフォームとか、そういうのはもう一切ないし、もう、あくまで1対1であのやらせていただこうと思っているし、うん。 もう本当にね、ご縁がある方と、えー、いろいろね、こう、あそういうことがあったんですね、だとか、あるいは一回ね、僕と深い話をしたいっていう方であれば、またね、うーんっていうのもあるだろうし、そして僕はこれで金儲けをするっていうことを考えているのではなくて、僕自身ね、あの、実際1時間僕はどんな感じなのかっていうのを感じられたとすれば、あ、なるほどねっていう正当なっていうところもね、分かっていただけるのではないでしょうかっていうところもあるし、うーん。 ママンダんマンダダ <laughs> はい、というわけで、えー、明日は、えーね、眼鏡を、えー、フラットにする胸ちょっとね、えー、近所の押、えー、上げの空町の某 Z っていうところのね わかると思いますけれども、えー、メガネ屋さんに明日は行っていきたいと思ってます。まあ、えー、リーディングフラットセッションに、えー、ご興味があったり、あるいはなんかね、うん、僕とちょっとねあの、関わり合ってみたいなと思う方がいらっしゃれば、この動画の概要欄に公式 LINE の、えー、登録方法が出ていますので、そこからぜひご登録してみてください。ということで、最後までご覧いただきました。ありがとうございました。えー、ようやく2020年、2022年か。 えー、新たなところに僕は行こうと思っているしもうこれからの新地球の行く中でまた新たな、ね、ご縁と共にまたいろいろやっていけたらもう本当に楽しいですよねっていうところでさよならさよならさよならこれ淀川なんていう人でっけちょっと名前忘れちゃったもうでもね、まあ、50, 50歳以上の方はねよくね覚えてらっしゃるのではないかと思うわけですなんでここになってるんでしょうかということでまた。 お会いしましょう